すいません。はいマイド注文をお願いい、します。はい、どうぞお飲み物はえっと生中とレモン中杯はいかしこまりましたあの天ぷら盛り合わせって何が入ってるんですかえっと天ぷら盛り合わせはエビ、タコ、イカとそれからナスと椎茸ですねああそうですかはいあそれからもう一つはいこれこの気まぐれサラダって何ですかあ 気まぐれサラダですね、えー、レタスに大根ツナトマトなんかが入ってましてドレッシングは和風ドレッシングですああそうですかはい、ご注文はいかがいたしましょうかあのもうちょっと待ってもらえますかはいかしこまりましたじゃあお決まりになりましたらお呼びください俺ブラジル料理食べるの今日が初めてなんだあっそうなんだうん 最近結構この辺にブラジルのお店できているよ。うん、気になってたんだけどさ。なんか一人じゃ入りにくいっさ。そっか。じゃあよかったね。今日は私と一緒で。うん。なあ、これ、このフェッジョア・フェッジョアだって何フェッジョアだ。豆の料理だよ。茶色い豆と豚肉とかが入ってて、煮込んであるの。<ー>ブラジルの代表的な料理だよ。へえ。 どんな味がするの味うん、うん、どんな味って言われてもね <laughs> 美味しいようん日本の豆料理は普通甘いけどブラジルのは塩味なのよへえ、塩味かだから初めて日本で豆の料理を食べたとき甘かったからすっごいびっくりした <laughs> そうだよね考えてたのと全然違うときってほんとびっくりするよああのさこの腰にーって 写真だとコロッケみたいだけどご注文は鈴木さんは何にする私はアイスコーヒーでじゃあ僕はコーラで、氷抜きにしてくれるアイスコーヒーとコーラ氷抜きですねかしこまりました お待たせしましたあ、これ氷入ってるよ僕氷は入れないでって言ったんだけどすみませんすぐ取り替えますお願い川村さんどうして氷はダメなんですかほら氷入ってるとどんどん薄くなっちゃうだろう。あれが嫌なんだよそうなんですかすみませんお待たせしましたはい、お待たせいたしました ミートソースのお客様はあ、私はいキノコスパゲッティのお客様ははいあの、トマトソースじゃなくてクリームソースを頼んだと思うんですけどあ、クリームソースですか申し訳ありませんすぐにお取り返しますのでああ、いいですよ、これでよろしいですか申し訳ありません お客様、あのもしよろしかったらデザートをサービスさせていただきたいと思うんですがえサービスいいんですかすみませんいえではメニューをお持ちしますので 1, 1天ぷら盛り合わせって何が入ってるんですか2俺、ブラジル料理食べるの今日が初めてなんだ 「氷は入れないで」って言ったんだけどトマトソースじゃなくてクリームソースを頼んだと思うんですけど5もしよろしかったらデザートをサービスさせていただきたいと思うんですが1「1> もういいですよ行かなくても」2> 2「2これいいですよ一度使ってみたら?」 3. このプランの方がいいですね。4. 田中さん田中さんはいいよ。5. 山下さんがいいと思いますよ。6. このお店おしゃれだし、いいよ。1. あの、すいません。はい、何でしょうか。あの、このランチのミニデザートって、どんなのですか。えっと… 今日のデザートはカスタードプリンでございますあそうですか2あのこのレディースデーっていつですか毎月10日20日30日です女性のグループに限りって書いてますけど男性が一緒だったらダメなんですか申し訳ございません女性だけのグループへのサービスなんですそうなんですかわかりました 1お待たせいたしましたチキンバーガーのお客様えっと私が注文したのチーズバーガーだったんですがあ申し訳ございませんすぐに作り直します 2, 2えっととりあえずビールはい生中1つあ生中じゃなくて瓶ビ,ビールで じゃあカフェオレとアイスコーヒーはいカフェオレとアイスコーヒーでございますねかしこまりましたお待たせいたしましたホットコーヒーのお客様ホットじゃなくてアイスコーヒーって言ったんですけど申し訳ございませんすぐ取り替えますまあいいですそれで申し訳ございませんでした4 合計1260円でございますえーっとはいお客様、あの1260円でございますあーごめんなさい間違えちゃったわミッキーんはいこれお土産あ<っ>気に入ってもらえるといいんだけどわかわいいありがとうゆりでどうだった 初めての韓国はよかったよ食べ物とかもよかったけど特に買い物がいいなあで何買ったのいろいろジャケットとかスーツとかでね日本語が結構通じるんだ、うん、だから旅行中言葉で大変ってことはなかったんだよそっか日本語を勉強してる人多いからねそれでね居酒屋みたいなとこでご飯食べてたら、うん、若い人が日本語で話しかけてきてくれて、えー、それで友達にもなれたし 昨日その人からメールが来たんだへえ<ー>。でも私の韓国語は全然ダメだったけどじゃあこれからは真面目に授業受けなきゃね本当。私も欲しいな次の休みに韓国行こうかなうん私ももう一度行こうかなと思ってるし一緒に行かないうん行く佐々木さんはいこれつまらないものなんですけど あら、高木さん、すみませんあ。ディズニーランドにいらっしゃったんですかええ、そうなんですよ。子供にせがまれましてね。で、どうでしたそれが散々だったんですよ。今、夏休みでしょ渋滞がひどくって、行くのに5時間もかかっちゃって。5時間もそうなんですよ。人も多いし、乗り物1つ乗るのに1時間以上待たされてね。それに暑くて暑くて。1>, 1時間もですかええ。 で一番ひどいのはお昼でレストランでもずっと待たされたんですよ。へえ<ー>。席に着くまでに1時間、料理が出てくるのに40分。そんなに美味しくないんですよ。高いしね。それは大変でしたね。まあ家族サービスといってもね、本当疲れましたよ。隣の青木です。 これお口に合うかどうかわかりませんが、どうぞ召し上がってください。いつもいつもありがとうございます。どっかにいらっしゃったんですか？マレーシアに行ってきたんですよ。えー、マレーシアいかがでした。あんなに綺麗な海は初めてでした。食べ物も美味しくてとっても良かったですよ。そうですか。 それは良かったですね。ええー、いい骨休みになりました。でもいいですね、海外旅行なんて。羨ましいですよ。私たち新婚旅行が最初で最後なんですよ。お子さんが大きくなられたら、チャンスはいくらでもありますよ。そうですかあるといいんですけどね。ありますよ、きっと。まあ、なんか、 いつも珍しいものをいただいてありがとうございますいえいえお粗末なものですけどじゃあ遠慮なくええ留スチュお世話になりました失礼します営業は8人でよかったよねねえこれ皆さんでどうぞ足りると思うけどああありがとうございますじゃあみんなでいただきます課長どこかにいらっしゃったんですかうん日光え 日光って結構遠いですよね。ご家族でですかうん。この連休を使ってね。日光良かったよ。さすが1200年の歴史だね。へえ<ー>。建物もいいけど、やっぱりモミジが綺麗で良かったな。でも道混んでませんでした大丈夫だったよ。実は連休で車が多いだろうって思って、朝4時に家を出てね。それで渋滞には引っかからなかったんだ。そうですか。でも朝4時って。 大変ですね。一。日本語が結構通じるんだ。二。乗り物一つ乗るのに一時間以上も待たされてね。三。それに暑くて暑くて。四。これ。お口に合うかどうかわかりませんが。どうぞ召し上がってください。 日光って結構遠いですよね寒くて寒くてもう死にそうでしたよにぎやかで町が生きているって感じでしたねとっても静かであんなに心が落ち着いたのは久しぶりでしたね4 それがうるさくてもう散々でしたよグループの人もみんな気軽に話しかけてくれるしね六物価は高かったけど街はきれいだし夜でも安全だしね一キャンプはいかがでした天気も良かったですし 人も少なくて良かったですよそれはそれは 2, 2ハワイどうでしたそれが日本人が多くてねそれに思っていたより物価も高くってそうでしたか3京都に行ったんだよねどうだったもう最高さすが京都だね ああんなに歴史がある街は京都だけだけね。やっぱり一番日本らしいよ行ってよかったね4北海道旅行どうだった食べ物はなんでも美味しかったんだけどねもう寒くて寒くておまけに手袋までなくしちゃってさそうだったんだ 1, 1沖縄どうだった 海が綺麗で、ウミガメも見られたんだ。ウミガメか。いいな。僕も一度は見てみたいな。二。天神祭りの花火、すごかったよ。羨ましいな。私も一緒に行けばよかったな。三。どちらに行かれたんですか。 ミラノに行ってきたんです初めての海外旅行だったんですよあミラノなんてうらやましいですね私もいつか行けるといいんですけど4インドの国際会議の後にねガイドの人にタージマ・ハールに連れてってもらったんだよタージマ・ハールですかいいですね一度は行ってみたいところですよね あのすいません、はい、いまませせ。ん。はらっしゃいませあの着物みたいなのを探してるんですがあ着物でございますかあい,いええっとあれは着物じゃないと思うんだけど、はあ、あの温泉に行った時に着るあ浴浴衣衣でございますね。浴衣,浴衣でしたらこちらになりますがありがとうございます。 あの、すみません。はい。ここは、これだけですかそうですね。三階の方には、もっとたくさんございます。ああ、そうですか。じゃあ、そっちの方を見てから、また来ます。ねえ、ゆうこさん。これなんかどうですかどれどれこのエルメスのスカーフ。うん。色はいいと思うんだけど。 高嶋さんこういう花のデザイン好きじゃないような気がするな財布とか名シールとかの方が仕事にも使えていいんじゃないそうですかでも高嶋さん時々花柄のブラウスの時がありますよほらこの間のプレゼンの日にも花柄のブラウス着てたじゃないですかああそういえばそうだったわねでそれいくらなのえっと65ユーロって書いてますけど 今ユーロ高いから日本円だと八千円ぐらいかなでも日本で買うともっと高いしうんそうね高島さんにはいろいろお世話になってるしねそれにビューティーフリーだから税金はかかんないですよそうだねじゃあこれにしよっかうんそうですねねえどの問題集がいいかなたくさんありすぎて迷っちゃう そうだなうーんとあ、これなんかどうこの本結構有名みたいだよ語彙、文法、読解って書いてあるし全部勉強できていいんじゃないでもさ、これって上級向けじゃないあんまり難しいのかってもレベルが合わなきゃ意味ないしね、うん、じゃあどんなのがいいの中級ぐらいかな中級用ねあ、なんか向こうの棚にトーイック対策教材って書いてあるよ あっちの見てみるうんあこれとかはこのト o イック700点って本文法も読解もリスニングもあるし CD もついてるしあそうね CD 付きはいいねレベルもあ私にはちょうどいいみたいじゃあこれにしたらうんこれにしよっとあのー、すみません ちょっとお尋ねしたいんですが、こちらの機械とこっちの小さいのとでは何が違うんですかメーカーは同じですよねはい、そうです。えっと、こちらの小さい方は、こちらの方の新しいタイプで、いくつか新しい機能が加わっています。新しい機能ね、スピードコントロール機能が付いているのと、MP3 も聞けますよ。スピードコントロールですか。英語の勉強にはいいですね。そうですね。スピードは5段階あるんですよ。 この新しいのの方がいいように思うんですが2万8000円って書いてありますけどここから変わらないんですかえっとそうですねもう少しお安くすることもできますよそうですね3000円お安くできますがそれ以上はそうですかうんどうしようかなうんじゃあこっちの新しいのにしますよありがとうございますじゃあこちらの方へどうぞ 一、これなんかどうですか。二、財布とか名刺入れとかの方が仕事にも使えていいんじゃない。三、でもさ、これって上級向けじゃない。四、じゃあこれにしたら。五、この新しいのの方がいいように思うんですが。 これにしよっとこっちの方が安いし 2> 2じゃあこの赤いのにします3どっちにしようかなこっちの方が使いやすそうなんだけど重いからな4値段も手ごろだし。 このデジカメにしようかなうん5これ小さくていいんだけどデザインがどうもね6あっちの時計にしよーっと。